東京文京区の都立駒込病院で新型インフルエンザに感染した患者の受け入れ訓練が行われました今日行われた訓練は新型コロナウイルスの感染者にも対応できるもので患者は病原体が病室の外に出ないように空気の流れが調整された特別な個室に運ばれます。医師は防護服をを着用し、個室内ででての治療を行ううとということです。